はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日の動画はですね、押上にございます満天東京さんにお邪魔しております。こちらのお店はね、以前もチャレンジメニューで伺ったりとか、他の大食いの方もね、最近いろんなチャレンジメニューに挑戦しに来ていて、大食いをね、見ている方だったら結構知ってる方も多いと思うんですけれども、僕がね、ちょっと今回挑戦しに来たのは、これね、ホワイトボードに書いてある新チャレンジメニューなんですけれども、満点トライアスロン。まあ、量がね、3パターンありまして、今回挑戦させていただくのが、全部で6キロぐらいの、チャレンジメニューになるんですけれども、油そばが3種類、通常のもの、辛いもの、煮干しで、この3種類とチャーシュー丼が、ありまして、でデザートの杏仁豆腐と、そのメニュー総合計で約ね6キロぐらいのメニューとなっておりまして、で、ね、制限時間が45分、成功で料金が無料、失敗の場合ですと、5000円のお支払いということで、今現在ね、その僕がこれから挑戦するアイアンマンというクラスに関しては、まあ、シノケンくんとね、エビマヨちゃん、この2人がね、挑戦していてクリアはしているんですけれども、今のところね、最速で40分36秒の記録となっております。ただね、まあ、動画でも言ってるようにマジで最近僕弱くなってて、6キロもね食えるか正直わからないなので、まあ、今回はね、せっかく久々に挑戦するので、ガチガチの本気でチャレンジしようと思っております。まあ、ちょっとね、食べ順とか美味しそうみたいなのは、抜きにしまして、今回は完全にね、チャレンジ仕様の食べ方になるので、大食いがね、好きな方にとっては、とても楽しい動画にはなるかと思うんですけれども、まあ、ちょっとね、食べ方の問題とか、そういった部分苦手な方は、ご視聴の際、気をつけてください。今回は、まあ、本気チャレンジということもあって、動画に関してはね、チャレンジ中、ノー編集でいきたいと思います。まあ、もちろんね、尺めちゃめちゃ長くなっちゃうので、早送りしてもらっても構わないので、好きなところをね、かいつまんで、皆様にもね、見ていただければと思います。はい、ということで、ただいまね、すべてメニューが整いました。これ、見えてるかな？こんな感じなんですけど、まあ、チャーシュー丼に、通常の油そば、辛い油そばと、煮干しの油そばに、これね、デザートがついております。で、一応ね、チャレンジ中はこの温玉見えてるかな、この温玉だったら2個までならね、つけられるそうなので、まあ、これはね、使っても使わなくてもいいそうです。ということで、これ見えるかな、これ一応でも45分にセットしてありますんで、早速ね、チャレンジに取り掛かりたいと思います。で、今日はね、あえてそのタイマーとかを表示しないで、皆様もね、時間がわからない状態でハラハラ見ていただければと思います。5秒前から行きます。はい。5、4、3、2、1、スタートです。はい。行きます。いってらっしゃい。よいしょ。重っ。
まだご飯あるからね。うわぁ、すそ。これ結構辛いんだ。
ジで想像以上にきつい。
Thank you.
Thank you.
デザート、でかくないですか？800なのか、これ。杏仁豆腐、デザート 800g あるそうです。やば。こんな重いの？あのね、ま、想像の3倍ぐらいめっちゃ濃厚。これ普通に食ったら最高にうまいと思うけど、今じゃない。正直ね、あのほぼ水分だと思って最後に取ってたんですけど、あのね、ムースぐらいねっとりしてる。うわ、これやっべえな。プリンよりももっちりしてますね。びっくりしましたね。初めてこんな杏仁豆腐食いました。おお。
こう。あ、ごちそうさまでした。うわあ。おめでとうございます。結構残ってる。こっちのタイムだと12分50秒残ってるので32分10秒ということで、一応ね、クリアタイム差の中では現在で1位になりました。いや、これやばいっすね。ぶっちゃけた話、他のね、食材とかのチャレンジメニュー、まあラーメンとかでもそうなんですけど、同じ6キロのメニューの中だったら多分マジで最上位ぐらいに難しいチャレンジですね。やはりね、油そばってスープがない分、こうやってね、まとまって作られると後半にかけてね、熱量がこう麺に伝わって麺自体に、ね、粘り気が出ちゃうんですよね。そうするとやっぱりお腹の中でこうダマになりやすかったりして、食べる量もね、なんか減っちゃったりとか、かなりね苦しくなってくるので、ポイントとしてはやっぱりお水を飲みながら麺をね、ちゃんとお腹の中で散らせてダマにならないように食べていった方がいいと思います。今回の食べ方というか、作戦の説明をしますと、まずね、チャーシュー丼のチャーシューから基本的に平らげまして、合わせてね、ご飯も食べてはいるんですけれども、こっから先がね、ちょっとミスったところ、残ったご飯最後ね、締めの感じで入れようと思ったんですけど、やっぱりね、量が多いので醤油の返しとかそういったタレですねを吸ってしまうので、やっぱりそのご飯に合えるほど各皿残ってなかったんですよね。だからちょっとね、そこだけが失敗したんですけれども、でその後に食べたの辛い油そばね、これも辛さっていうのは僕らこう大食いをする上でかなりね、こう厳しいきつい部分になってくるので、お腹がね、余裕があるうちに先に食べました。で、油そば煮干しときまして、煮干し粉っていうのかな、自体も食感がね、シャリッとした部分があるので、どうしてもこう水分を取られてしまって飲みにくい部分がありましたが、まあそこまではいいとしましょう。ただ最大の勘違い、これマジきついこれチャレンジの中ではマジできついです。普通に食べる分には本当に美味しい杏仁豆腐なんですけれども、かなり濃厚でね、こう粘度もあるので飲みにくかったりとかする部分があって、これもね、正直最後に取っとくと、これ単体じゃ食い切れなかったかもしれない。お水とね、一緒だったから飲み込めた部分もあるんですけど、全体を通して、相当きついチャレンジです。今、エビマヨちゃんとシノケイ君と2人クリアしておりまして、僕がね、3人目ってことなんですけど、多分ね、この後マックスさんとかゾウさんパクパクくんとかね、どうせ来るだろうと思って、それを見越してね、できる限りこう抜かされないように全力で食べたつもりでございます。本当に最近チャレンジもやってなくて、コメント欄とかでもね、大食いエンジョイ勢だって言われることもあるんですけれども、エンジョイ勢でもね、意地を見せましたんで、ぜひね、この僕の記録越しに来てください。で、今日はなんでこんなに喋ってるかっていうと、タイムがバレないように尺を伸ばしております再生時間でね、バレないようにしているんで、見てくださった方も楽しんでもらえたかなと思います。もちろんね、チャレンジメニュー以外にも、今回いただいたメニューは通常でもね、あるメニューを大きくしたものなので、皆さんもね、この油そばとか、杏仁豆腐とかね、気になったら普通に食べに来てください。確実にね、美味しいものがいただけると思います。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画があったと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価お願いします。じゃあね。お疲れ様でした。マジできついですね、これ。最後の締めのトーク、マジできついですね、喋ってるのが。白い悪魔。